乃木坂46が9日、東京有明アリーナにて 35THSG アンダーライブを開催。アンコールでは4期生の筒井あやめが同期、清宮霊へ思いを語る場面があり、反響を呼んでいる。筒井あやめ、清宮霊をハグ7月15日に卒業セレモニーを行う清宮は、今回が最後のアンダーライブに。アンコールの最後、清宮と共にステージに残った筒井は、レイちゃん、前に、アイドル向いてないって自分で言ってたけど、レイちゃんこそ向いてる人いないよと語りかけ、よく頑張った。大好きと清宮をハグ、清宮も感極まりつつも、優しく微笑み、ありがとう。大好きよと筒井の手を握って感謝を伝えた。筒井あやめ&清宮レイ、あやレイのやりとりに反響、筒井と清宮のやりとりを受けて、配信を見ていたファンからも反響が続々。X、旧 Twitter 上では、あやレイ、みことすぎる、最後の最後に泣いた、あやレイは永遠、あやめちゃんがこんなに泣いてるの久々に見た、あやレイの絆感動した、といった声が上がっている。乃木坂46、有明アリーナで、アンダーライブ。3 days 開催後とシングルごとに選抜、アンダーと区分けして活動する乃木坂46。4月10日にリリースした 35th シングル、チャンスは平等のアンダーメンバーは、4期生9人、5期生6人の計15人。4期生と5期生のみでの構成は、グループ史上初となった。6月7日から9日の3日間行われた同公演の座長は、今作のアンダー楽曲、車道側でセンターを務めた4期生の筒井が担当。なお、5期生の奥田いろははスケジュールの都合により、8日、9日公演を休演した。